ということでですね、グッドモーニング。イスタブリッシュです1994年オープンのスカイマウンテンゴルフクラブに来ています。おそらくね、ここをプレーしたことがある日本人の方は非常に少ないと思うんですけれども、今ちょっと見ていただいたみたいに絶景です。1994年にオープンした時にですね、僕は当時ここに留学してたので、日刊スポーツの社長さんと事業部長の横田さんと、ここをね、9ホールご一緒しました。その時僕は確か29か30かちょっと詳しくは覚えてないんですけれども28だったかもしれないけれども調子がねすごく良くて当たってる、シーズンだったので、すごいいいプレーをできて、皆さんに喜んでもらって、で10月からのね僕のプロとしてのートーナメントのエントリーフィーを3分の1日刊スポーツさんにスポンサードしてもらえる、きっかけになったゴルフ場です。今日はね現地時間で2023年12月29日年内最後のゴルフになります。長男星野豪太と次男星野豪輝、大学生と高校生といつもながら年内の年を進むゴルフをしたいと思います。そんな楽しい動画を皆さんに見ていただきたいと思います。ということで今日の動画はファミリーゴルフインスカイマウンテンレッドロックのグランドキャニオンのゴルフを皆さんお楽しみください。それではレッツゴー。これはもう完全にグランドキャニオンの中でしょというかブライスキャニオンというか、明日ザイオンに行くけど今日の抱負をお願いします。今年最後のゴルフなんで、ゴータちゃんお願いします。カメラに向かって一言。ベストスコアっていくつだのお前。67。こっちカメラに向かって、じゃあ今日は66以下でお願いします。いや頑張りたいですカメラ目線でお願いします。この大自然に圧倒されておりますが大自然にお前も住んでただろここにでもやっぱやばいでしょ。ここが一番自然むき出しじゃない。そうだね、むき出しだね。はい、豪輝くんベストスコアは今までいくつ。67だと67。じゃあ2人ともベストスコアが67なので今日の目標は66で、はい、66やっちゃう、やっちゃう、お願いします。早くほっといてほしい。わかりました先生、先生この景色はどうですか。フロリダ在住の豪輝ちゃんとしては、まあ、なかなか見ないなかなか見ない当たり前だろ、フロリダにこれあるかナショナルパークです、まあ、ということでね、家族全員60代で終われるように、僕も練習したいと思います。それでは1番ホールパー4、359ヤード、ゴータからスタート。3ウォッド。ボーシャー、ご起用。左のあの、はい、2番バッター豪輝ドライブ。オッケー。3番バッター私。
OK、 3番ホール296ヤードパー4。私はドライバーできます。OK、 どうぞ。お、何番？5番。 OK、 5番アイアンで、はい、フェアウェイ。スプーンじゃ出たいけど3番アイアンはバンカーが取れなさそうだった。あ、そう。ユーティリティ持ってるけど打ってない。ゴーキ3番打って。どうぞ。わあ、よく見てた方がいい。このところが、乾いたとこ落ちて転がってオーバーです。かなり速いんです。181ヤードパー5。なんと今僕はパー4、セカンド76ヤードからトップしてボギーです。パープレー、ただいま。どうだとボギー、2オーバー。66で回るのに大変だぞ、こっから。ボーン。5番ホールパー5、481ヤード。あ、6番ホール。セカンド180ヤード。ゴータ、6番ヤード。ちょっと引っかかっちゃった。まあでもセーフティーの方でしょ。 OK、号機もピンまで180ヤード6番や。Good shot. Oh, I like that. シャッ。これ近いんじゃない？来たか、イーグル。さあ、いろいろみんなありまして、私もゴータもなぜかパー。さあ、ゴーキさんだけがバーディーを取る権利を持っております。
パー？はい、7番ホール425ヤード、パー4。Let's go。Let's go 300。I will do it。あと 2.6 ヤード。 Oh my god What? Oh, just 297。 でも 47.5 出たじゃん。まだやれんだ俺は。ボールスピード 70.6。ゴータちゃん2番バッター。おー、ちょっと右に滑った。さあ記録はどうだ。記録どうなん。はい、キャリー 287.3 ヤード、トータル 305.4 ヤード、スピン量3500、草26ヤードスライス。右にオッペしちゃったね。ちょっと開いたね。さあゴーキちゃんコスチャンスです。お兄ちゃんを Let's go Hit a bombついにドローヒッターか。おっとクラブスピード 48.5。 おっとパピーの方が飛んでいる。パピーの方が飛んでいる。僕は 297.4 ヤード。はい、僕はセカンド111ヤードの107、51度で、ちょっと奥から戻すイメージでいきます。グリーン硬くて速いんだけどね、やっぱ手前池なんで。ゴータ何ヤード？ゴータ何ヤード？何ヤード？99。何番？55。オッケー。91の87。何度？55度。まあ狙い通りか分かんないけど、OK、はい、ゴータからバーディーパット。今日はグリーンが速いですからね。うー、ナイスパー。次はゴーキ。
さあ9番ホール、私は今1アンダー、5期1オーバー、5打2オーバーということでね、500ヤードパー5でございます。まあ、ここで私はさっきバーディー取り損ねたので合計を取ったところでイーグルを取って3アンダーで探して計画通り66に向かって進みます。あーちょっとカットした。300いかずか、283.3 ヤード。アドバイスとしては確実にフェアウェイ置いといた方がいいよ。君はセカンドも飛ぶんだから。313ヤード。だいぶ右に行ったね。これより10ヤード。301.8 ヤード。おめでとう。今ですねスーパーショットが出たんですけれども、絶対入らないと思ってたし寄らないと思ってたんで打ってないで、取ってなかったです。あそこのデザートからちょっとデザートエリアからエクスプロージョンしたら入っちゃって、イーグルでした。はい、拾います。I'm just gonna drop one. Yeah, that was thin as it こうやってね、グリーンが硬いんですね。